おはようございます、ミレットです。皆さんおはようございます。ただいまのミレットの時刻は2023年6月25日日曜日の午前11時21分です。で、本日のお知らせです。ギリ間に合いましたね。日曜の午前中といえば、あ、キャンプサイトに宿泊のお客さんが来られております。なんでしょうね。ミネットの住民一同でお客様を歓迎しますね。それでは本日の良い一日をお過ごしください。いや、ギリよ。11時21分はギリよ。なんとかなりましたね。リアーナ、ミネットあんたにやるよ。この前かっこいい靴見つけたから衝動買いしまったんだ。ほら、迷ってたら他のやつに買われたって経験あるだろ。だからうちも買ったんだけど、そもそもうち靴履かないんだよね。裸足上等、リアーナやで。本当？リアーナって靴履かないの？これ本当なのか？ちょっと日曜の午前中といえばから始まるよりも先にそっち見たよな。入ってない？入ってるくね？入ってる、いや入ってないのか。ここ最近のうちは絶好調さ。今日の天気みたいね。いや確かに言われてみれば履いてないな。靴の足跡的にどう？確かに馬っぽい靴じゃねえな、言われてみれば。なリアーナ靴履かねえのか。じゃ靴渡したらどうなんの？履かねえリアーナにこれもらって。モカシン、おや、モカシンじゃないか。靴履かねえリアーナに靴渡したらどうなるのか。こういうプレゼントあんまりもらう機会がないから新鮮にね。靴履かねえもんな。あんたの気持ちがっちり受け取ったよ。ありがとう、ミネット。カルと一緒なんだけど、重ね着ポロシャツをやるよ。ほら、遠慮なく受け取ってくれ。お、おー、まあ悪くない。確かに住民が靴履いてるところって見たことないかもしれないですね。ね、9万9000ベルプラス5万2111ベルで今15万何ぼとか出てきた。まず、まあ、このベル全部、まあ、株にぶち込もうかなと思うんやけど、先にさ、たぬき商店行ってなんかチェックだけしようぜ。商品の何かあるか。フランスはや、やだ、豆吉くんかと思ったじゃない。え、つぶきち豆吉と見間違えるならまだしも、俺見間違えられてる？まだいろいろ迷ってるのよ。もう少しこのままにさせてちょうだい。オッケー。何これ、壁にかけるタイプのやつ。壁かけマウンテンバイク5600ベル。壁にかけるマウンテンバイクなんやって。まあこっちかな、買うならな。冬やしな。現実はクソ暑いですけどね。あ、驚いた時の顔。フランスは驚いたらね、目が赤くなるんですよ。まあ、びっくりしてたよね。え、俺が走り回ったからびっくりしたとかそういうのではなくて。いい、今赤い気がする。どうなんやろ。俺の目が黒いうちはっていうセリフが一番似合う女、フランスは。かっこガチな意味で。ごまかされへんでーと、つぶきちまめきちに言ってるのかもしれませんね。さあ、株買っていきましょうか、ほんなら。いや、まず株買わないとさ、進まん。マジで進まんねんな。株どこやろ。あ、この辺に普段いんねんな。と思ったけど、待てよ。どっかにない？スコップ。スコップなぁ。この前閉まったよな、確か。多分あるんちゃう？この中に。あることを願って。あるわ。うわ、でも少な。しょぼいスコップしかないわ。あれ、普通のスコップでどこいたっけ？普通のスコップが行方不明。どこや？普通のスコップ。どうしよう、先にさ。どうしよう、先にさが多いな、今日は。いや、後悔すんのよね。株買ってからさ、たぬきショッピングとか見たらすげえいいもん売ってんじゃんみたいな。それがあるからな。まあでも毎週株に全部っぱするって決めてるんで、今週も株に全部っぱしていきます。まずたぬきショッピングのチェックから入りましょう。スペシャルな商品、
なんて書いてあるのこれ。はい、T シャツ。スウェット。特に大丈夫やな。はい、T シャツ。なんか、日本語ではないよね。中国語かな。これ日本語やったら恥ずかしいな。え、ウリちゃんはウリちゃんどこなん。ウリちゃんはどこじゃ。多分この辺にいるはずやねんけどな。普段この辺におるけど。あ、おっと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 。お願い、93ベルぐらいでお願いします。最近107ベルとかばっかりやったからさ。今日も、新鮮な株をごっさり持ってきてるだに。おーい、思いは伝わる。しかも93ベルって言ったら92ベルやし、もっと安い、ちょっと得感あるし。やばこれ、1620株ってやばいな。これは楽しみじゃぞ。これ買えるだけ買っとこうか。絶対プラスなんもん。だって92ベルって、いや絶対ではないけどさ、いやほぼほぼプラス確定よ。え、いいながら前々回ぐらいはなんか75ベルぐらいで打ってすごいショック受けたんやけど、92ベルはやばいな。もうちょい買いたいかも。おっしゃ、全部置くことができたから、しゃ、やばない。俺のこの集まれ動物にサブ島生活でなかなか見ない光景やね。こんなに株がある。もうちょい増やしたいくない？ちょっと待てよ。うわ、いい音楽流れてる。海の家らしくなってきたじゃないか。見て、めっちゃ海の家らしくなってきてない？いや、いいねー。こっち側もさ、何作るか悩んでんねんか。こっち側何作るかすごい悩んでるけど、なんせ、まあ、ベルを貯めるところから始めていかないとあかんから、まあ、なんとか今週で、箸自体はいけるんじゃないかなと思います。箸はいけそうよね。よっしゃ、まずは、回収から行こうぜ。ベル回収するやろ？これ、ちなみにいくらな、今。いくら貯まった？レンガの箸切る。35,772 ベル。これ多分ね、5000ベルくらいは住民が寄付してくれてんか。いや多分今週でもうプラス500ベルぐらいは募金してくれるんじゃないかなって思ってる。それ募金してくれた後にやった方が得だよねって話をしていて、先にそれでローンを返済したっていう。たぬきマイレージ、あ、住民挨拶キャンペーンとぽいか。雪だるま作りキャンペーン、高額買取でガッポガッポキャンペーン。雪だるま作るか、じゃあ。これ雪だるま作ろうぜ。雪だるま作って、ほんで、まあ、雪の大結晶も売ったって、でそれで2500ベルやろ。ギリギリまでさ、ちょっと買っていこうか。株あと30分あるからね、言うても。おっと、皆さんどう、リアクションは活用できてるかしら。その顔は、あなた新しいリアクションを求めているのね。じゃあ期待に応えなくっちゃ。何がいいか。おお、それ欲しかった。あ、違う、そっちかい。なんやねん、フェイント。そっちかい。のリアクションじゃないんかい。あれ、のリアクションもらってんのか？のリアクションもらってはんの？結構リアクションも集まってきてるよな。あ、でももらってんのか。のリアクション。ナイス、ジュリア。あざっす。くしゃ。回収していこうか。雪だるまも作りつつな。雪だるまの作らせたら俺の右に出る者はいないで。もう、まあ雪だるま作るしかないな。花壇とかも一応あんねんけど、花壇とか特に、まあ、注文しといてないけど使い道がなかったっていう感じやから、まずは化石回収して雪だるま作って大結晶もらって、おお、いいタイミングで壊れた。で、化石鑑定して、で、最後撃ってっていう形にしようか、今日は。来週が楽しみね。こんだけ株買ったら、まあ、ベルなるで。もうそれこそ130ベルとかになった瞬間に、もう売ります。ちょっとでも上がった段階で撃って、すぐに、ローン返済まで当てよっか。もうちょっとないかな、化石。
3つやろ、あと2つぐらいあるんちゃうかな、どこかしらに。え、多分どこかしらにあるはずなんやけどな、見つけられない化石。この辺は見たやろ。雪だるまを作るにあたってここに雪玉が1個と、もう1個どの辺にある、確かこの辺にさっきあった気がする。ないかな、雪玉なんかこの辺にあった気がすんねんけどな。いや、ほっといたらさ、あいつが持っていきようねんな、ふんころがしが。あるナイス。ふんころがしに持ってかれるとさ、まあ、それはそれで困るんよね。うわ、わかんねえってなるからな。どこや、雪だるま。あったー、よし。この辺さ、木が多いからさ、なんやかんやミスるねんな。よし、7回蹴った。オーケー。向こう側に持ってってから考えよっか。調整すんのが何気に下手やねんな、俺。ちょっとミスるかも。この辺で作るなら、いや、これちょっとミスりそうやな。こっち側で作ろっか。こっち側で作ろうぜ。もう一個はアーサーの家の前に。おー、ほらほらほら、これ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 。こいつがさ、転がしていったらさ、気がついたらどっか行ってたりさ、壊れたりするからさ。困るよねー、そういうの。めっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってはるけど。ちょっと、変わって。じゃ。雪だるま作ろうぜ。さて、7回蹴って、いや、これ結局感覚よ。マイデザインを、まあ、貼ったりしたら、すげえ簡単にできんねんけど、やっぱ感覚よね。料理と一緒で。適量並みの勢いで作っていくしかないよな。もうちょっと。あともう一周ぐらい。いや、気持ち二周。気持ちもう一周ぐらい。あー、すげえいい感じ。いや、ちょっと小さいな。あー、いい感じ。ちょっとカーブして、この辺ちゃう？え、小さい？あれ、小さいな。いや、小さい気がする。気持ち小さい気がする。確かに言われてみれば。あー、いいんじゃない、完璧ちゃう。むむむ、これは完璧だす。焦らせんなよ。どっちやねん。この美しい曲線、惚れ惚れするだすな。素晴らしい職人技だす。よくここまでこだわってくれたっす。また君にはいくら感謝してもしきれないだす。俺にとっておきのアイテムを作り渡してるずら。三段雪だるまの DIY レシピずら。目あとでスマホ見ておくずら。あとこれもあげるずら。そのアイテムを作るのに必要なので雪の大結晶だす。持ち物に入れておいたらす。これを使っておら直伝のアイテムを作ってくれだす。ああ、我ながら美しいフォルムだす。君には雪だるま職人としての才能があるずら。ふ。6070ベルか。まさかこいつ速攻売られるとは思ってないやろな。ビビるね。もう覚えてんのか。どれや、雪の、これか。三段雪だるま。これレシピじゃないんやね。普通にもらえるパターンなんやね。三段雪だるま。雪の大結晶と雪の結晶と木の枝が、2つ必要ということで。これ飾っとく？さっきのさ、ここに。ここに飾るってどう？うちの、うちの海の家に。夏っぽい海の家じゃなくて、まあ、四季全部を見渡してもここは海の家だねって分かるようにしたいねんか。だからこんなにこだわる必要はないねんか。っていう点からも、それも選択肢としてありかもな。よっしゃ。まずは、虫網持って、まあ、でも虫網しかないよな。あまりにも少ねえな。ベッドデスクくらい飾っとこうや、お前。それ、炭素の中に入れとくのもったいないよな。でも、確かこっちは、あんねんな。ここにこれがあるから、特に必要ないねんか。ベッドデスクがここにあるのは不自然やんね。不自然やね。これでもさ、大人系の住民がだいたい右側に置いてるから、俺も右側置こうかな。大人系じゃないわ。元気系。あ、リアーナや。ただ、リアーナしか来ん。
なんやこれ。リアーナ以外仲良くない？上がらせてもらおうかね。すん。いやだからこのイベントは割と助かるで。リアーナこうやって見るとマジでかっこいいな。姉貴系。姉子って感じがする。このナシ、あ、ナシか。うわー、ナシかよー。惜しい。前さ、リアーナが、これくれてん。ピーチゼリー、桃、二つのレシピのやつ。でも俺、桃がないからさ、え、リンゴと、まあ、サクランボはあんねんけど、桃がなくって、ワンチャン今日桃くれるんじゃねとか思ったけど、そううまくはいかなかったな。ハイアンドローで勝負するかい。ルールの説明はいらない。シンプルなトレーナーだ。というわけで気合い入れて予想してくれ。まずは適当に1枚選んで、と。おい、最初のカードは6だ。これ続けてもう1枚。さあ2枚目を引いたよ。このカードの数字は6より大きいか小さいか当ててみな。どっちだと思う？俺小さい方を選びたくない。大きい方。男は大きくいけ。うわあ、まあ、そういうことよ。ここで上を選ぶ者が勝利をする。あざす。部屋を改良するぜ。元気系らしく言っとく。元気系らしく、ベッドデスクはここ置いとく。なんかこんなんやったよな、元気系って。え、色合い合っててよくない？割と。これがちょっと微妙なんか。ここに何か椅子欲しいよな。ここ椅子欲しない？何か一つぐらい。椅子があればの話やけど。椅子ないな。まあ上にベッドあるし、このベッドデスク回収しとこっか。シンプルなトレーナー。好きねー、リアーナこういうの。よし、じゃあですね、ちょっと今日の分のルーティーンは大体こなしたところで、確認しよっか。あの子、誰が来てるのか。予想。予想から始めていく？アンチョビ。アンチョビどう？全然違う。チーフやん。今日ちょっくらチャンプさせてもらってるぜ。この試合いいところだな。おい、アンチョビなんて、そんなピンポイントで当たるわけないよな。いや、ここに住んでるんだろ。何かこの島のおすすめのもんとかあったら教えてくれよな。やんか。キャンプするとカレーばっかり食っちまうんだよな。キャンプのカレーってうまいよね。まあ、レトルトやからな。手軽にできて、うまいよな。よし、雪の結晶集めていこっか、ほんじゃ。雪の結晶6個必要とか言ってたよな。昨日やだと。それなりに必要ね。これ DIY レシピじゃないんやね。レシピとしてもらえないんやね。じゃあもう自分で頑張って手に入れるしかないんやな。人からもらってっていうことができひねんな。雪の結晶集めていこっか。せっかくやし。四季を楽しめ。お前ら。四季を楽しむことも大事。最近思ってんねんけどさ。いや、最近思ってるっていうか、多分これで合ってると思うんやけど、この雪の結晶って多分、虫の枠に入ってると思うねんか。こういう。で、一度に出てくる虫の数っていうのが限られてるから、多分こういう白のモンキチョウとか、こういうやつを捕まえへんと、モンシロチョウや。モンキーはキーワやな。モンシロチョウとかを捕まえないと、多分雪の結晶は出てこないはず。離島で俺はそう感じた。雪の結晶のせいで、でかい虫が出てこなくなって、あ、こいつのせいやっていうのを感じた。だからあんまり、こういう冬場、雪の結晶が出てくる時期の、虫図鑑コンプリートはおすすめできないっていう。実は。うい。あ、化石あるやん。よし。今日の分の化石全部揃う。待って、あと15分しかない。まあでもなんとかなりそう。15分ぐらいなら。15分でウリちゃんがいなくなってしまうから、15分以内になんとか、
化石全部鑑定して売って株と交換しよっか。あった、よいしょ。あと1個やね。あった、ラスト1個。よっしゃ、これで生きるんじゃないか。雪の結晶までに入ったところで作っていきますか。作ってワクワクしていこうか。ほんなら必要最低限のものだけ取るの最高に無人島生活って感じするな。ほら、こういうのって雪だるまとかってリメイクさすがにできんよな。リメイクできる？え、できんの？え、できるんや。あ、帽子の色が変わるんか。かわいい。でも青が一番いいよね。青作ろっか。青出そっか。お、可愛らしくなってきたじゃないか、この空間も。いいんじゃない。じゃあ最後にちょっち、化石鑑定して打ってベルに変えて株に変える。錬金術か。ほう、プータ後悔してそうやな、この島に来たこと。こいつ一点たりとも寄贈しやがらねえみたいな。15点多かったかなーとか後悔してそう、割と素直に。まさか3ヶ月ぐらい経ってもなあ、テント生活のままとは思ってないよな。はい、前向きに検討していきます。検討士なんでね。15点、よっしゃ。たぬきマイレージプラスで、どれや、これか。何の化石かな。あ、化石100個も取ったん。化石100個取ったんやて。4月12日に5個取って、6月25日に100個取ったんやて。その割には1個も寄贈しないのどうなってんねんって思ってたやんな。よし、売っていこうか。あ、なしは売らない、なしは売らないよ。まあこんなもんかな。22,896ベル、これ買っとこう。ちなみにベル付きアラームクロック、これ手前側の部屋に置けるね、色合い的にもね。よし、じゃあ次回ですね、このウリちゃんの、ま、株を全額、ま、売るところから始めていけたらなと思います。次回に続きます。何株買ったっけ。だいぶ買ったよな、これも合わさったら相当プラスになるぞ。92ベル。